はい、こんばんは、おん、ちゃんとマイクも入ってるね。はい、こんばんは、小田友です。今日もエルヌスト・ブロッコのテキストをはいはい、LT さん、こんばんはいらっしゃい、いらっしゃいとかっていうおかしいですけども。はい、えー、今夜も、えー、エルヌスト・ブロッコのテキストを読んでまいりましょう、えー。先週はですね、あのブロッコ研究会。 え、の皆さんと一緒に研究会をやりましたので、お休みさせていただきましたが、えー、今日は引き続きやっていこうというふうに思います。早速画面の、はい、はい、よろしくお願いいたします。早速画面の共有をしていきたいというふうに思います。 はい。えー、握りずの洞察という、えー、まあ、表題のついた論文と、とりあえず言っていいと思うんですが、えー、それの第6節番号は何度も言ってますように、えー、ブロッコ自身が振っていないんですけども、6番目の説として、えー、表題が何だったっけ 第6節が、ここですね、えー。いかなる瞬間においてもごく近くで歩き回っている根源的な謎。早期と故郷という表題がついている。あ第、えー、7節になるのか。あらら、6だと思っていたら。あこれはやっぱり第6でいいよね。 えー、番号を振り間違えてましたね。ははは。今頃になって気がついた。これ、第6節ですね。これね。やっぱりね。はい。6節です。いかなる生きる瞬間においても、ごく近くで歩き回っている。動き回っている。そういう根源的な謎という、えー、話になっています。それの第一段落です。で、えー、まあ、あのー、 ずっと言ってきてることなんですけども、えー、謎というものは、まあ、例えば、えー、そもそも私たちは、ね、というか世界はどうしてあるのか、えー、ライブニッツが、えー、昔から言ってますような、えー、なぜ、ね、あるのであってないのではないのか。 そういう、えー、私たちが存在しているあるということの根本的な秘密っていうのはそういうそもそもなぜあり,あり始めるようになったのかという遠い過去、えー、についての、えー、謎というふうに、えー、考えられてきました。で例えば神様みたいな,ようなものを想定すると、えー、神様がそうやって世界を えー、何らかの形で想像していく、えー、ということになりますね。神様はそれこそイメージとしては高いところにいらっしゃる。えー、天にまします我らが、えー、父というふうな言い方もありますけれども、そういうふうに、えー、そもそもなぜ、 この世界はあり始めるようになったのか。それは想像の秘密ということで、あるいは想像の謎ということで、それを解くためには、遠い昔に遡っていかなければならない、あるいは神様がいらっしゃる天井に向かって進んでいかなければならないということで、今この瞬間、今ここというふうな近いところ、 えー、というところに謎があるというふうには考えられてこなかったんですね。ブロックホはそれをひっくり返そうとしている。えーまあ、ここ、えー、何度か、えー、読んできましたが、近さは従来、謎めいたものの場所としては、まして根源的な謎の場所とは全く見なされていなかった。しかもそれは近さについて、我々自身接するところまで来ても何ら概念が作られなかった、えー、がゆえのことであるということになるわけです。 えー、しかしということでここがまあこ,この説のポイントの一つなわけですけども今生きるこの瞬間の根源的な暗闇、えー、今生きている、ね、私自身、えー、今この瞬間というものがつかめないということ、えー、これは、えーまあ、ブロッコの言い方で言うと暗闇「ダス・ドゥンケル」。 英語にすればザ・ダークですみたいなようなものですね、えー。こういう今生きるこの瞬間の根源的な暗闇やいろいろな秘密の 遠さの異界秩序を、要するに遠い過去に行けば行くほど、えー、その謎に迫ることができる。あるいは高いところ、で、ね、神様がいらっしゃる高いところに行けば行くほど、えー、その秘密っていうふうなものを、えー、に迫ることができるというふうな、そういう遠さや高さのヒエラルヒ まあドイツ語で言うと、ヒエラルヒー。えー、まあ一応、異界序列とかっていうふうに今回は訳してみました。異界秩序の方がいいかな。でも、やっぱり序列があるっていうね、えー、イメージを持ってほしいので、異界序列。高さ、等差の異界序列、高さの異界序列をひっくり返す。いや、そうじゃない。今、この瞬間という、今、こここそが最も、えー、濃密な謎。 最も濃密な秘密のありかなのだというのが、まあ、ブロッコの考え方ということになるわけですね。で、まあ、この、うんフわでんンクひという言葉、これは、まあ、シェリングの言葉として、えー、ちょいと、えー、説明もしましたけれども、ね、えー、まあ、要するに、ね、私たちの思考がそれ以上遡ることができない大昔、えー 世界が存在している。なぜそもそも世界が存在しているかという謎は、そういう過去の問題というふうにずっと捉えられてきたし、シェリングの場合はそういうふうに、うん、フォア・デンクリヒというふうな言い方で、そういうふうに言ってるんだけど、いや、それは違うよというのがブロッコの考え方ということになるわけです。ね まああのー、この今っていうふうなものが、えー、過ぎ去っていくということと、繰り返しやってくるというところの二重性を持っているという話が8月14日にあったところですね、えー、この一瞬一瞬は、もうあっという間に過ぎ去っていく、今この瞬間っていうのは、あっと思った瞬間にはもう過ぎ去っているけども、また別の、まあ、別のというのもおかしいんですけども、また別の今がやってくるわけですね。 というふうに、えー、過ぎ去っていくということと、えーまあ、今が繰り返しやってくるという、そういう二重性を持っているという話がここに出てきているわけです。8月14日。まあ、それをブロッコは、ね、今というものが繰り返しやってくる、いわば足踏みをしているのだというふうなことも、えー、言っております。ということで。で、 えー、そうやって、えー、過ぎ去っていくものと、えー、繰り返しやってくるものとの、えー、二重性を持っている、えー、ということでこの今っていうのは、えー、あらゆる事物のうちで、えー、またあらゆる事物にとって同じ今であるとと,ともに同じ今ではつまりその度ごとの実存との同一性に達した今では全くないんだという。 えー、そういうことを、えー、述べてですね、えー、そして、まあ、これが、えー、2週間前に、えー、やったことですけども、まあねえー、このないっていうふうなものがまだ、えー、表に現れてきていないということ、えー、ですね。で、えー、その、えー、ないっていうものが表に現れたなら、一切を現象へともたらすもの自身が減少していることになるだろうしっていう。 そして、よいしょ。歴史も表沙汰となったその根源へと流れ込むことだろうし、何かを実現するものがついに、それ自身実現されていることだろうという、このね、えーまあ、アリストテレスの不動の同者みたいなものをイメージしているというふうに思います。何かを実現するもの、出すリアリズイレンで。 で、えーまあ、アイストテイスでは、そういう自信は動かされないが、他の一切動かすものっていうのを、まあ、想定したわけですけども、えー、ブロッコリーわせると、そういう不動の同詞はまだない、これから作り出していく、これから実現するものなんだっていうことですね、私たちが作り出しているものなんだというふうに考えている。で、最も不安定な謎。 今そのもののうちに誰ががその謎であり、世界と歴史とはその謎の解決の試みへと向かって発言している。つまり、えー、その解決のために、まあ、歴史は、世界は、まあ、あるんだというふうに、まあ、ブロッホは言っているわけですね。そこへ向かって絶えず発言し続けているのであるが、えー、そういう最も不安定な謎も、 まあえーまあ、最終的には応湯を捉えていることだろう、まあ、まだそう笑っていないというふうな、ねえー、ところです。で、えーまあ、このないというところで言えば、そうやって、ねえー、まだないっていうふうな形で、えー、現れてきているんだけども、この、えー、今、この瞬間とかっていうふうなもの。 今生きる瞬間の駆り立てる暗闇の積極的な内容は、むしろ硬直していない活発さと偽りのない地平、ラウター、ねえー、ホリソンとに満たされているっていうところで前回終わったところです。はい。えー、10分かかっちゃいましたが。 はい、今日日が9月の4とということになります、えー、積極的な内容を、えー、今から提示していくっていうところになります。で、えー、ちょっと分量的に多いので、えー、今日は多分そこまでいけないと思うんですけども、段落の切れ目まであと1ページ弱ぐらいのところです。えーまあ、毎回のペースから考えると、ここまでは今日は訳せない。 じゃないかなというふうに思うんですが、えー、273ページいや、4ページですね、もうね。274ページ、えー、うん、1ページ、今日あるか。うん、1ページ、うん、弱ですね。1ページ弱、ちょうど1ページ分ぐらいあります。はい。えー、まあ,あの、できる限り頑張ってやっていきたいというふうに思います。

えー、何々であるのと同様に何々であるっていうことです。まあ、厳密に言うとですね、これは、あのー、よいしょ、黄色にしとこうか。B 以下であるのと同じようにということになるわけですね。ですから、これは、えー、語学的な訳し方で言えば、ね、エーベンゾー、 a b B というふうに、えー、しますとですね、これは、え、B と同じくらい a なんだ、B と同じくらい A なんだっていうふうに訳すのが、まあ、 えー、本来の法文の、えー、ニュアンスです。えー、ですが、まあ、僕の、えー、ブロ法を訳すというときに限らない、まあ、僕自身は限らないようにしてるんですけども、やはり前から読んでいくものなわけですね。えー、前から読みながらイメージを、えー、読者も作っていくことになるわけです。ですから、織、えー、田の翻訳方針としては、 A であると同様に B であると訳したいわけですね。まあ僕はそういうふうに訳すように、ブロッホの場合特に僕はそういうふうにするんですけども、ブロッホ以外でもこう訳すことが、まあ、僕の場合は多いということです。まあこれは、えーまあ、厳密には。 えー、ちょっと問題がある場合があるんですが、ブロッコのような著,著者の場合であれば、えー、むしろやっぱり語順ね、えー、読者の頭に入ってくる順番通りに読んだ方が結局分かりやすいというふうに思います。ということで、この内容、この積極的な内容ですね、リーザ・インハウトは、ね、閉じられたものとして、フィア・シロッセナー、閉じられた内容ですね。 公約室とちょっと下るかな、えー。あらゆる生成の根底にあると同じく同様に、ね、積極的な意義を持つ、えー、ものとして、 ポジティーフペドイってたということで、積極的な意義を持つ内容として、あらゆる希望像と訳しておきましょうか。像はイメージ。あらゆる希望像のえ黄金の根底。 この内容は閉じられた内容として、あらゆる生成の根底とある根底にあるのと同様に、積極的な意義を持つ内容として、あらゆる希望像の黄金の根底にあるというふうに、まあ、えー、しておきたいと思います、えー。語順の方を重視して公約したということも説明しておきたいと思います。よいしょ。えー、ちょっと腰が、<laughs> 顔を近づけてごめんなさい。よいしょ。あらら、あらら。よいしょ。 はい、えー、この内容はあらゆる、えー、閉じた内容としてあらゆる生成の根底にあると同様につまり閉じた状態つまり分かんないものとして、えー、生成が起きている、まあ、まさしく歴史があり世界があるっていうふうにでもその生成の根底に、えー、この えー、内容があると同時に積極的な意義を持つもの、持つ内容としてあらゆる希望図を私たちが抱く、まあ、ある種理想的な、えーまあ、例えば社会とか世界とかの姿、えー、そういうものを イメージしていくです、ね。その源泉にあるということですね。そのイメージをくみ取る源泉が黄金の根底、ゴルト・グルントというふうに、モロッコは言っているわけですね。はい。イエデ・フェア・ロッキング・マハト・ベライツ・ミッ・イーム・イーレン・ツーバー。ということで。うん、これはもうこれで一文訳せよな。 えー、フェアノックンっていうのは誘惑というと言葉が悪いよね。フェアノックンっていうのは誘惑するっていうことなんですけども、なんかね、悪いことにね、誘惑とかっていうと、字面が悪いのかね、悪いことに誘うイメージですよね。まあ、でもそのままで訳してもいいかもしれませんけど。 誘惑。フェアロッか。なんかいい役しかな,ないのえ、いいことに誘っていくっていうイメージなんですね。ここはね。フェアロッン。うん、誘う。いざない。いざないにしとこうか。 l t さんがいい日本語を思いついてくれるかな。誘惑、あ、そうか。惑わすを含んでるからね。だからやっぱり誘惑は良くないねあ。誘惑という枠の字は惑わすですよねというふうに l t さんが指摘し,してくれました。ということで。そうか。惑わすっていう意味ではないわけです。だから悪い意味になっちゃうんだな。はい。えー、ということで、この場合は、 えー、どんないざないも誘いこの誘いっていうのもねえまあこれは振り方いざないのつもりですねどんないざないもねえす、ー、でに すでに、ミッティ・イーム。このイームはやっぱり黄金の根底だと思うんですよね。えー、イム、ゴルトゥグルンっ、えー、ということで、ここだと思うんですよね。あの、語順通りに訳した方がいいっていうのが、やはりブロフコの文体がこういうふうに、 えー、語順で考えた方がやっぱり合っちゃうんですよね、合ってるというかね、まあそっちの方が自然なわけですよね、当たり前ですけど、ドイツ語の公文としてはね、えー、こうやって後ろに来てるからミッティ・イームがゴート・グルンと、まあ,あのインハウトで取ることもできるんですけども、えー、この場合はね、 えー、いかなる、えー、どんないざないもすでに、ねえー、このイーレン・ツァウバーこれが魔力ですね。 魔法を持っているという。魔術。ね。この魔法サツアーバーっていうのも、あのまあ、ブロッコの得意分野になってくるわけですけども。まあ、これはよく知られてる話ですけども、えー、黒魔術と白魔術。 ね。えー、ここの場合は明らかに白魔術のイメージですね。えー、つまり、花坂じ爺のの、ね、黒魔術。悪い方向に使う魔法。 まあ、日本で言えば花咲ジジイ、花かじじ枯れ木に花を咲かせましょう。えー、花咲かじじい。まさしく花咲かじじのイメージだというふうに思ってください。えー、その、ここの場合の、えー、魔術、魔力。 魔法というのは、えー、あ、魔法を持っているんじゃないよね。行うでいいな、これはね。あらら。そこでだ。花坂じじいのイメージ。 えー、ということで、どんなじゃないもね、こういう、えー、黄金の根底とともに魔法を、えー、と一緒になってがいいかな。その魔法を行うのだ。のだたまには野田もいいか。 よいしょよいしょよいしょ。はい。で、次に参りましょう。イエダートラームフォンベセルンレーベンという。ハッダスアプスコンディウム。えー、アップスコンディウム。あ、ごめんなさい。アップスコンディトゥムです。で、ああ一度間違えると、こうなるね、えー。もう一度いきます。イエダートラームフォンベセルンレーベン。ハッダスアップスコンディトゥム。で、 フォーランエフィルテエクステンツアムインテンディルテンエンデェはい、えー。ということで、えー、より良い性についてのどんな夢も。 より良い姿勢,姿勢はこっち、えー。どんな夢もね、えー、この、えー、この思考される、思考する終わり。それが思考するがいいかな。 それが思考する終局のね、えー、フォレンっていうのがフルいっぱいになった、満たされた。フォレンとヤフューテンっていうのはほとんど言葉として同じような言葉なんですがね、思考の、えー、終局の、まあ、ヤフューテンが満たされた。フォレンっていうのがいっぱいの、 いっぱいの。まあ、これでいいか。フォラムいっぱいの。実存。終局における。そうか。アップスコンディトゥムっていうのが、えー、これがいわゆる秘密とか、隠されているもの。 という意味があるんですね、えー。アップスコンディトム。これ普通、ドイツ語の辞書にはあんまり出てこないんですけども、この辞書出てるから。アプスコンディウム。アップスコンディウムっていう読み方は、ドイツ語っぽく、ドイツ語読みですね。これ本来ラテン語。アップスコンディウム。アップスコンディトム、えー、ですね。アップスコンディトム。 この小学館第6話第2版アップスコンディトム。伝えた秘密っていうふうなね、隠されている。まあ当たり前ですね。秘密っていうのは、あの、隠匿されてるわけですよね。隠されてるわけですよね。えー、だから、秘密っていうところに、 ええー、秘密でもいいか。ね。秘密っていうだけで一応隠されてるっていうイメージありますもんね。アップスコンディトのないアップスコンディトないね。えっと、ちょっと共有を新しい共有に変えましょうか。新しい共有こちらでいこうか。 アップスコンディトもなんか、そういえば、さっき引いたような。えーと、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 と。これじゃね。えー、これを消すにはどうすればよかったっけ。えーと、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 と。ビデオパネルの非表示。これ、あ、違うこれじゃない。あ、これだ。これを非表示。はい。えー、アップスコンディト。わ、これだ。これ調べた。で、 こっちがいいか。うん。えぇ、ー、fat does、えー、absconditum ム e a n in Latin ということで、えー、これが secret っていうふうにね、えー、英語では書いてありますね。ということで、秘密でいいかな。ね。えー、要するに隠されているもの。ということです。もう一度画面を。こうすれば出てくるっけ それが思考数において、うん、公約した方がいいかな。それが思考数終局にあっては、ね、えー、実存でいっぱいになる。 実存に溢れる。要するにね、えー、満たされる。そういう、ちょっとこれ、意訳だけど、秘密を抱えている。うーん。 ねどんなまあね、それが終局するにあっては実存にあふれる満たされるえつまりそれが単なる夢ではなくて、ねえー、実際に存在するようになるという秘密、うん、秘密あちょっとなんかやっぱりなんか日本語として、えー、イメージがあっち行ったりこっち行ったりしてますねそれが思考する終局にあっては実存にあふれる満たされるという秘密を抱えている いいかこれで、えー、より良い性についてのどんな夢もということです。よいしょ。今も言ったように、夢が、夢ではなく、現実ではな、になる。 というね、えー、ことですね。えー、この、あのー、トラウムっていうのが出てきます。イエダ・トラウム・フォン・ベスト・レーベンということで、えー、ブロッホの主張というふうに呼ばれている希望の原理。 これはドイツ語にするとプリンツィープ・ホフニングっていう、まあ、シンプルな題。まああのー、直訳すれば希望という原理、原理・希望みたいなね、そういうあの非常にシンプルな題なんですが、えー、これは、えー、もともとは、えー、より良い性についての夢。えー、これが 定感詞がついていたのか、それとも不定冠詞だったのか、ちょっとよ,よく覚えていませんが。トラウム、フォム、ベッセネムデーレム。ということで、より良い政治についての夢という題を最初、ブロフォはつけようとしていた。まあ、ついてのってか、うん、ついてのでいいか。 という題をつけようとしていた。という話が、まあ、えー、伝えられています。ということで。まあ、こういう、えー、ことで、このアプスコンディトム。 というね、まあちょっと珍しい言葉を使っていますけれども、えー、それが思考する終局にあっては実存にあふれる、満たされる、えー、つまり、えー、夢が夢ではなく、実存を持つというふうにね、えー、現実になるという、夢で終わるんではないという、そういう、えー、秘密を抱えている。まあそういうふうにね、夢で終わるんじゃねえというふうに言えば、えー、夢なんだけども、えー 現実を思考しているという秘密を持っているという、まあまあ、ちょっと、こじつけな感じがしますけど。はい。でもう少しついでに行きましょう。え家ですが、まるて、g e d i c h t e これが、してれと読みましょうか。えー、いし、ぬは、eines、あつ、だす、です、あう s つうねん、げさくて、やだん、くんて、ヴェヴェェヴ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  絵に描かれ詩に読まれ考えられたどんなしてるとという、えー、してるっていうこの えー、これフランス語のスペルだとこうなるようですね。シテール島。だからこれはフランス語を読みしてみました。えー、シテール島という島があるらしい。えー、島も、ねえー。それについて。 ええー、まあ待てよ、まあまあ、えー、どう訳すればいいんだ。ええー、とどまれでど、ですね。えー、とどまれ、お前はいかにも美しい。 例の、ファウストの最後のセリフですね、えー。とどまれお前はいかにも美しいと言われうるような瞬間のね、ええー、していると、 の一つに過ぎない。はい、シテール島。という島があるらしい、地中海。で、えー、っと、これもね、また新しい共有、えー、をしておきましょう。これか、シテール島はどこだったっけシテール島の話は、 これかはい、えー、この神話芸術の中のキティラ島とかっていう、ギリシャ神話においてキュテーラ、キティラ島はね、えー、アプローディテというね、例の、ね、芸術の 女神ですねアプローディテ愉快の地であると、ヘシオードスの、えー、新陶器によれば、泡から生まれたアプローディテ,イアプロディーテイは、えー、西風によってまずキュテーラ島に打ち寄せられて、ついでキュプロス島、まあ、これはキプロスは有名ですが、に行き着いたという、このためキュテーラ島が、えー、アプローディテイの、えー、故郷、誕生地というふうにね。 えー、されることもあるということで、アプローディテと同一性たローマ、えー、神話愛と美の女神ヴェネスヴェヌス,ヴ,ェヌスヴィーナス とも結びつけないこの島には愛の島、ヴィーナスの島のイメージが与えられた。ね、17世紀フランス画家フランスの画家バトーは愛の島のイメージからしている島への巡礼というふうなね、えー、そういう、えー、絵を描いたそうです。で、この絵に触発された作曲家ドビュッシーは、えー、1904年に「喜びの島」 というねこれはドビュッシーの、えー、ピアノ曲の中でも、えー、有名な曲のうちの一つですね。まあさすがにこれを聴いてもらうとかっていうふうな、えー、5分ぐらいかかりますのでちょっとこれは、えー、今,日今回は省略しますけれどもそういう、えー、まあ多分ねここはやっぱりあのギリシャ神話という点でいうとキュテーラで 読んだ方がいいのかもしれませんけども、こロ方がやっぱりこのスペルで書いてるっていうことは、やっぱりフランス語スペル、つまり、えー、今言った絵に描かれとかっていうことで、えー、この、シ、え、テールと、ねえー、絵の順例、えー、みやびやかな宴、これ現実の絵がどっかにあるのバトー ちょっとこれもせっかくだから、ちょっと見てみましょうね。多分ね、やっぱりそれを、僕は念頭において、えー、フランス語発音にしちゃってるんだと思うんですよね。えー、バトーをしているとの巡礼。ということで、どんな絵でしょう。こんな絵らしいね。 ああ。えっ、ー、と、あらだ、えー、カリオストの城に登場する。あカリオストの城に登場するんだ。<laughs> えー、なるほど。ということで。シテール島への巡礼ということで。ちょっと、もうちょっとでっかくなんないもうちょっとでっかくなんないえー、もうちょっとでっかくしたいね。 これどうすれば画像を表示するこれだと大きくなるのああ、ある程度大きくなりましたね。これくらいぐらい大きければ、えー、イメージ。<laughs> こういうイメージの島なんだそうです。やっぱり馬頭の絵を特に念頭に置いて、<laughs> ごめんなさい。ちょっと失せてしまいました。こういう絵なんだそうです。有名な絵なんでしょうね。 これどこにあるんだろうまあちょっと知らなかったというと、ね。だか,だから有名なやっぱりある種の、ね、ここいわゆる天使さんが、ね、こう待っているということで、まあ、ここ天使さんいっぱい待ってますので、ね、ある種のやっぱりユートピア的世界を描いているということだと思うんですね。この絵どこにあるんだろうね。 えー、どうすればいいの現物をね見ることができれば、僕は見たことはありませんねいや。僕も画像でもこの絵はあまり知らない。えー、やっぱりね、僕があのヨーロッパには2回しか行ったことないんですけども、どうしてもドイツ語圏になっちゃうので、フランスの画家の絵っていうのをあまりやっぱり見てないのですね。これどうすれば あら、元に戻る。ど、どこにあるんだろうね。更新、あ、更新しても同じか。どうすれば元に戻るんだろう。あれいか。これじゃない。あ、こんなに大きくなっちゃった。こんなに大きくなっちゃった。えー、たまたまですけど。まあ、現物がね、どれくらいぐらいの大きさなのか。結構、すごい絵ですね。はエンジェル、いっぱい、天使さんいっぱいいるわ。 わ、すごいね、これ。わ、すごいね、これ。こんなに大きくなっちゃいましたが。で、ここには、あの、人間がいらっしゃる。これがアプロディテなんでしょうね。うん、多分、そうだろうというふうに思います。お 129センチ、194センチということで、えーまあ、結構な大きさの絵なのは間違いないですね。ウィキペディアのページがある。あ、そうなんだ。で、どこに行けば見れるんだろう。まあね、複製みたいなものは、あ、これウィキペディアをしているとえの順で。 えー、フランスのロココ王立絵画彫刻アカデミーブル美術館、ルーブルかやっぱね。 はいえー、ルーブル美術館にあるそうです。もしルーブル美術館にね、えー、この動画の読者の方が行かれることがあったら、ぜひシテール島の巡礼を、バトという、えー、画家だそうです。ぜひ見てみてください。198センチ、えー、128センチ、198センチですから、えー、相当な大きさですよね。えー、ということで。まあねあのー、この間も えー、北海道の方の、えー、函館だったかな、ドスエフスキーが好きな、まあ、省吾フォローさせていただいている、えー、ご住職で、ねえー、お寺さんが、あのー、あれ、ドレスデンの美術館にあるんですが、ラファエロの、えー、あれなんだ、あのー、ラファエロの、なんだったっけ、あのブロッホも論じてるし、確かね、えー それこそ幼子を巻いた、抱いたマリアみたいなような、えー、そういう題の、図題というか、そういうテーマの絵を見て、思ってたよりよほど大きかった、みたいなようなことを書かれてたんですけども、あの、ヨーロッパで言ってみると、いわゆる有名な絵画が、あの、なんとなくい、いろんな図録で見てきたイメージに比べて、ずっとでかいということに、まあ、大体驚くことが多いですね。あの、例の、 あれ、なんて言ったっけ、ね、モナリザ。えー、<laughs> あれ、なんて言ったっけモナリザがとっさえれないとかってモナリザがそれほど大きくはないですよね。えー、ということで、日本にもモナリザがいっぺん来たとこがあって、あの時はもう行列ができた、僕は随分幼い頃だったと思うんですけども、いっぺん来たことがあって。あれもルームの美術館だと思いますけど。えー で、そんなに大きな絵ではなかったような記憶がありますけど。で、今、まあ、有名な絵画っていうのは、ね、まあダ、ダヴィンチの頃は、まあ、大きく昔ですけど、もうちょっと、えー、近代寄りになっていきますと、まあ、絵は随分大きくなっていくところは、まあ、あります。まあ、あの、ミキランジョロなんかもめちゃくちゃでかい絵とか多いですけどもね、えー、ラファエロもそうですけども、えー、そういう、 えー、絵に描かれ死に追まれ考えられた、えー、どんなステール島もとどまれ、お前はいかにも美しいと言われうるような、そういう、えー、瞬間という、えー、瞬間というステール島の一つに好きない、まあ、ステール島ということで、えー えー、フランス語だね、フランスの画家、バトー、シテール島の順で。という絵画。 これが念頭に、えー、あるというふうに思われます、えー。ルーブル美術館所蔵だそうです。ルーブル。ルーブルに機会がありましたら、エルティさんももし機会がありましたら、ぜひご覧になってください。 ね、貸し出しされてありませんでしたとかっていう <laughs>、えーまあ、そういうことが、まあ、ないことはないんですけども、まあ普通あるでしょう。えー、ということ。絵に描か,かれ資料まで考えられたどんなステール塔も、とどまれお前はいかにも美しいと言われるような瞬間という、えー、瞬間というステール塔の一つに過ぎない、まあ。つまり、いろんなユートピアの像の中の一つに過ぎないんだ。 ぜひね、194センチか。まあ、どっちにしても2メーター近いですからね。結構の大きさ、えー、ということになります。で、幅が1.28、1.38?、えー、結構な幅ですね。ということで。あ、これ横ですから、えー、横幅が2メーターぐらいか。そう考えると、まあ、例えば今私は6畳の部屋にいるんですけども。 えー、まあもちろん6畳の部屋に入りますけどね。でも6畳の部屋の長い方の壁面の、まあ、壁と言いましょうか。壁面の。まあ大半まではいかないけれども、かなり多くの部分を潰すぐらいの大きさはあるよね。えー、ということで。はい。それでは次に参りましょう。 まあ、ブロッホももちろんこのしてテルトの巡礼を見ていて、まあ印象残ってたんでしょうね。はい、次に行きます。<laughs> das Nichthabendes、Wehr im Jetzt, dieses Nicht, in dem das alles zu finden ist, macht derart das Rätsel aus, woher die Welt kommt und zu dessen Lösung sie geht. 今、これはもう、この、えー、論文、ニヒリズムへの洞察の、まあ、一番最初の文が、えー、今のうちにおける誰がはないから始まります、えー、今、えー という、この、ない。そこの、そのうちに、一切、すべてが、すべてがいいやね、すべてが、見出される。という、見出される このない。おなんか来た、えー。今における誰かを持たないというこのない、そのうちにすべてが見出されるこのないが、えー、このようにであると。 えー、世界はどこから来たのかという謎をなしているんだ。 まあ、で、これは、本当は、あのー、ダス・レーツェルが、えー、関係代名詞、ボーヘアとツーデッセン、両方が、えー、かかるんですけども、ちょっとこれは、もうこれも55を重視して、えー、前から訳していきます。えー、世界はどこから来たのか、という、えー、謎をなしており、えー、世界は、その、謎の、解決、 向けて世界は進むのである。というふうに、えー、公約したいと思います。これはまあ。よいしょ。んで、えー、確かね、最初の一文僕、ここの説の頭に引用したような記憶があるので、ちょっと戻ります。ピッポ あやってなかったね。失敗。それじゃあせっかくですから開くか <laughs> えー 一これでいいねコピーで新しい共有。 こっちただ。そう、どうしても、二つ目を開くといつも、えー、操作が分かんなくなっちゃう。もう一度共有し直します。六はい。えー、っと、ニヒズベの洞察というこの論文の冒頭の一文ですね。 これは坊主にはなってないね。これがあのネヒリズムへの洞察という。ま、あこの、えー の最初の一文がこの「das wäre, das ihm e t t t r i i s n t ということで、えー、今のうちでトライベンしている誰がはない今のうちでう,めうごめく誰がはないというふうに訳した、えー、わけです。これがやはりねここでも改めて引用まあ引用というかねこれが念頭に置かれてこういうふうに 言われている。今における誰がを持たない。というこのない。そのうちに全てが見出されるこのないが、このように世界はどこから来たのか。という謎を成すように、その謎の解決に向けて世界は進む。というふうに、ブロッホは言っているわけです。はい。で、次に行きましょう。次が。<話> das in diesem dunke des g e l b e n augen bricks enthaltene. Ex seiner selbst ist die materielle Urfrage des Weltseins, von der alle anderen in der Welt entspringenden Realprobleme nur Partik Partikularitäten und prozessuale, 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 die, ne, prozessuale Varianten sind. Oh, hier die うん、確かここでページが変わるんだ。ここでページの変わり目を打つのを忘れていましたね。うん、そうですね。エンツ・スプリンゲン・デン。エンツ・スプリンゲン・デンで274ページが終わって、こっから275ページ。75。 というふうになります。ということで、ちょうどページの変わり目で、えー、ちょっとこれ訳しにくいので、えー、挿入ページ区切りを入れておきましょう。ほい。えー、このザイナーズルプスとか訳しにくいねー。 生きる瞬間のこの暗闇この暗闇のうちに含まれるそれ自身の XX というのは要するにあのいわゆる、えー、不抵抗 というやつですね。要するに何人かわからないというやつです。生きる瞬間のこの暗闇のうちに含まれるそれ自身の X が世界存在のベルツザイン。まあ、これはもう世界があるという意味の世界存在ですね。 うんまあ、世界存在ね。カッコして。まあ、ちょっとこれはくどいんですけども。あのー、ザインをね、存在と訳す。まあ、この場合はガールというニュアンスなんで存在でいいと思うんですけども。えー、あるという言葉。 ねえー、この言葉、えー、をできれば出したいので、世界があるということというふうに、まあ、これは格好は、こっちの自分、僕の格好の方がいいかもしれない。役者の格好という意味で、この格好をつけました。ブロッホール自身がやってるる格好ではない。小田が付け足している格好。 世界存在のマテリエレっていうのが、マテリエレはもう物質的でいいはずなんだよね。マテリエレ。 マテリアルではなくてマテリエル。マテリエ物質の物質的な材料の、質量の。うん、やっぱりこれはもう物質的。 えー。よいしょ。世界存在の物質。世界存在というがいいか。です。微斯人。というの方がいいな、この二角は。という物質的な根源の問いであり、この根源の問いから、 他のすべての <noise> えー、うん。<noise> ほんでや、これ一応関係題名すか。 のスプリンゲンでレオプログレーメン。この根源の問いから世界のうちでエンツスプリンゲン発言してくる他のあらゆる 他のあらゆる、えー、現実問題、リアルプログレーム実在問題にしとこうか。この根源の問いから世界のうちで発言してくる他のあらゆる実在問題は、えー、局所的な 曲跡的な問題、過程の中での変形にすぎないのである。よいしょ。LT さんがコメントくださってる。よいしょ。ああ、はい、はい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 。恐縮です。ね。あの、過去を入れるということです。ちょっとでもね。 あ,のあんまり役者がね、出しゃばりすぎるのもよくないんですよね。うん。でも、やっぱりちょっと、ちょっと、ちょっと出しゃばるとね、ちょっとでしゃばると、ちょっと分かりやすくなるというところがあ。<laughs> あのー、この間も、この間と言ってながら、もう結構前になっちゃうのか。 啓蒙、えー、の弁償法という、ホルクハイマーとアドロの協調の、まあ、いわゆる名著とされる、参照されることが多い、えー、著作がありますけれども、えーまあ、改めてドイツ語でちょっと読み直す機会があったんですね、あのたくさんではないんですけど、ああ、ここはこうだみたいな部分的にちょっと読み直す機会があったんですが。 でえー、徳永先生の,あーの訳で、まあ、日本では出回っているわけです。で、日本語訳として徳永先生の役は、えー、決して低いレベルの翻訳ではないと思うんですね、えー。かなりしっかりと訳されている。けども、やっぱりあの訳分だけで理解するっていうのは、ちょっと敷居が高いんじゃないかなという。 僕自身はちょっと感じている、あのー、ところがあります。で徳永先生とかはやっぱり東大でやっぱり徳永先生自身やっぱりあの偉い先生だということでこれで分かるだろうとかっていうふうに。 徳永先生は思っってらっしゃるところはあると思うんですよねこれじゃ分かんないよみたいな <laughs> この日本語では分かんないよみたいなもうちょっと答えた方がいいんじゃないかなというふうにねあ,あのでもねいわゆるあのあ、ー、のの翻訳ってねもう具体的には言いませんけどひどい翻訳結構多いんですよね、うんえー、まあ具体的には言いませんけどね、えー あらりひどい翻訳があるもうそういう中では徳永先生の「啓蒙の弁証法」の翻訳は本当にご立派。どこれは本当にあの、えー、皮肉で言ってるんではなくてご立派とかっていうふうに言ったらなんか皮肉っぽい感じがしますか立派な翻訳だと思うんですけどもただあの日本語だけではちょっとつらい原文があればわかるけれどもみたいな。 えー、ということで、もう少し徳永先生も、えー、ちょっと補助的な、ちょっとや,やりすぎじゃないかな、これみたいなように思うようなぐらいなところまでやられたら読みやすくなるんだけどなという。 まあでも原文がね、ものすごく難しいので、えー、やっぱりそういう中では徳永先生の翻訳は本当に、えー、非常にレベルの高い翻訳だと思います。はい。えー、ということで、まあ、敬物弁証法の翻訳は、えー、一応お勧めできるレベルですが、他の後の著作がね、まあね、どうでしょう、みたいなね、えー、ものが、えー、残念ながら少なくない。 というところでございます。はい。えー、ということで、あまり悪口を言ってると、また私も、えー、いろいろとね、叩かれますので、<laughs> いや、いいんですけどね、叩かれたって。ほい。えー、ということで、まあ、要するに、ここの場合は、生きる瞬間のこの世の,この、このくらいまでのうちに、えー、含まれる、えー、それ自身、えー、の X。のを入れないとわけわかんなく それ自身の X がね、世界存在、世界があるということ、という、えー、物質的な根源の,の問いであり、っていうことですね。えー、生きる瞬間のこの暗闇のうちに含まれる、一体何がそこにあるのかっていう、ね、これ X だけですね。わかんないわけですよね。えー、これが、ね、物質的な根源の問いなんだ。世界があるということの物質的な根源の問いなんだ。 でこの根源の問いから世界のうちで、ね、発言が違う。発言してくる他の一切のあらゆる実際問題。まあ実際問題というのは、いろんな、まあね、えー、リアルな諸問題、うん。リアルな諸問題の方がむしろ分かりやすいかもしれないな。 この問い根源の問いから世界のうちに発言してくる他のリアルな諸問題はすべて局所的な問題、過程の中での変形に過ぎないんだ。根源はこれだ、根源の問いはこれだというふうに、ブロッは言っているわけですね。 はい。えー、今、22時8分、あと20分ぐらい。うーん、やっぱりちょっと最後まで行きそうにないね。えー、DAS des Ursprungs ist auch genau die letzte utopische Einschlagstelle des Weltschusses。あー、これが訳しにくいな。<laughs> DAS は僕はもう、ここは特にガールで行きたい。 です。オーシルムスね。根源のがある。まあ根源のがあるですね。何が根源なのか分かんないけども、とにかくそういう根源がある。という根源のがあるは、があるも、また、 ゲナウまさに何々なのである。何々に、えー、他ならないのだ。これはもうそれこそ、ゲナウはそれこそ、今、ね、それこそ、えー、究極的にユ,ユートピア的な。 打つ出せすっていうのがね、これが訳しにくいんですよね。出世っていうのが打つことなんですね。シュートですね。シュートを打つ、まあ、シュートを打つとかっていうのも、まあ、言葉がダブっている外来語だからあまり気にならないだけで。 シュートは打つもの。でど、そのシュートに大体当たるのが、ドイツ語では、シュッスだと思えばいいと思います。シュッスと伸ばすんだったっけちょっと待ってくださいね。うん、やっぱり一応。うん。 一応これ、長務員の表記はされないね。出すということになります。えー、射撃発射、えー、ということで。銃声をね、射撃という。うーで、ベウツ出すとかっていうふうに簡単に言ってくれるんだな。 分かんねえよこれ。というか、ドイツ人が読んでも何これとかっていう言葉だと思うんですよね。うん、まさに。 もうそれこそ、これはまさにのほうが楽だわ、えー。根源のガールもまさにね。世界。ちょっととりあえず、社会、究極的に、えー、ユートピア的な アインシュラークしてる。これが、いわゆる当たりという的の真ん中なんですね。アインシュラークしてる。標的標的がいい。的の真ん中。アインシュラークしてる。 アインシュラークしてで。多分ね、あると思うんですね、これね。アインシュラーク。在で。んアインシュラークしてで。あ、ないか。 あのアインシュラークっていうのは、まあ、基本的には、まあ、例えば落雷とかですね、爆弾などの落下、ね、弾着ということで、雷や爆弾が落ちた地点なんですね。標的だったら今から撃つ感じだよね。ユートピア的な、まあ、爆心地だとまずいしね。 まあ着弾点にしとくむしろあのー、ちょっとこれはねシュスっていうのをえベルトシュッセスとかっていうふうに、ねえー、なるわけです。ベルトシュッセスは、えー SS でよかった ?SZ でなかったどっち ?274、五27ページ。ベルト出世す。究極的にユートピー的な着弾な。もうこれはこうとしか訳しようがない。世界射撃って何みたいな言われると。 すみません、そう書いてあるので、そう訳しますみたいな。で、究極的にユートピア的な着弾点なわけ。<laughs> えー、まあ、あのー、僕が訳したとかっていうと、ちょっと、えー、おこがましいんですが。 あのシュスなんですよあの弓矢を放つそう弓矢の的っていうのもそうなんですけどもで問題は弓矢を放つこともシュスなんですよね矢を放つもシュスなんですよだから弓矢でもいいんですけども、えー、このシュスとアインシュラーク・シテレをどういうふうにやるかでこれが要するに結びつきが深い言葉 なんですよねだから、えー、弓矢をね弓を引き絞ってそしてそこにめがけて、えー、矢を放つそして矢が実際刺さるその場所がアインシュラークして、ねえー、命中点問題は。 ね、世界という実験。まあ、先ほど言いかけたことですけど。 うん、そう、まあ関連性を訳さないといけないというか、関連性を抜きにしてしまったら、何のこっちゃ分かんないと思うんですよね。えー、だから、まあ、この説明するのは簡単なんですよ。ね。えー、まあ、簡単というか、簡単じゃないか。えー、今も言いましたように。 えー「世界という実験」という表題かも受かれるように、えー、ブロッコにとっては世界があるということも、実であり、そして言ってみれば試し打ちじゃないですけども。 メシウチは、えー、究極的には、ねえー、その、えー、世界があるということ、その自身を、えー、的にしている。 そこに的中していることを、えー、も目指しているということですね。えー、世界社会の究極的に、ね、ユートピア的な、ね、やっぱり当たりの、ね、着弾点。大当たりという、まさ要するに、まとの真ん中なんですね。何にしららくしてる大当たり。 のところ世界射撃、まさに世界射撃、ベルトシュッセスです、えー。世界という射撃にしとこうか、もう世界という実験にあって。究極的にユートピア的な 着弾点なのだそこを目指してね、世界という射撃が行われているっていう。着弾点。標的がやっぱいいか。やっぱりそこを目指してるわけですからね。えー、まさに世界という射撃の究極的にユートピア的な標的なのだ。 お訳すかやっぱり標的の方がいいかもしれないな。まあ、あのー、変な言い方ですけどもブロッホが言いたいことは結局そういうこと、えー。世界という実験、世界というがあるということ自体が、えー、実験でありし。あのー 試し打ちっていうのがおかしいね。なんで世界があるんでしょうかっていうことを、これを、この根源を目指して、世界という矢は放たれるわけですね。えー というかもう花だいて、あなたれる世界という家はいやいやえー、そういうイメージだとえー、思ってください。 ええー、まあどういう例がいいのかなまあよく言うことなんですけどもねえー、泳ぐということは 水に入らないと泳げるならないわけですよね。泳ぐということは水に入らないと泳げることにはならないわけです。えー、だからあのー 水に入るということが、すでに泳ぐことの第一段階になるわけですね。泳ぐことが究極的な模様目的なのかもしれないけども、ねえー、究極的な目標を目指して泳ぐという、でで例えば、あのー、えー 水に入らないと目標を定めることすらできないわけですね。水に入らないと泳ぐということ自体がもう発生、えー、できないわけです。だから、実際に何か、ねえー、泳ぐことを。 を達成しようとすると、実際にね、泳いでみるしかないみたいなね、そういうイメージ。だから、世界とかっていうふうなものも。そうです、そうです。ユートピア向けてもう進行している、あるいは進行しうる、一回限りの、もうすでに放たいている。で、その外側からメタ的に観察することができる。その通りです。 もう素晴らしい。もう、エルティさん助かりました。そうなんです。世界の外側に立てないんですよね。世界の外側に立って、だからあの水っていうのもそうなんですけど、もう、ね、その謎を解こうと思ったら、もう世界の中でしかできないことですから。 世界という実験はね、えー、世界の外に立つことが許されない実験。許されないというかな。 そのイメージが世界という最期の究極的にユートピア的な標的。まさしく、えー、世界というのはもうね、始まっちゃってるわけですね。で、その中でしか、もう、その根源のがある、えー、そもそもなんで世界があるのかというふうな謎を解こうというふうにしても、それは世界の外にど,どっかで立って、えー、解決できるようなことじゃなくて、世界の中でしか解決がつかない。 究極的的的にユートピア的な標的、えー、そこに向かって、えーまあ、矢をあるいは、ねえー、もう発射されてる弾を弾に乗っかってなん、ねえー、とか操縦していくみたいな、ね、弾をすさ、えー、まじい世界ですけどそういうイメージを持っていただけると嬉しいです。 ありがとうございます。本当に、えー、いい、えー、まさしくね、世界という実験、ね、世界の外に立つことができない、メタ的な立場、ね、えー、そういうものがない、えー、家、えー、なわけですよね。世界という過程 もう1面いけるか、あと2分ぐらいだら。ああ、そうか。うん、一応、あのー、そういうことです。矢を止まったものと考えて、それを見分するようなものを、この矢だったら、あのー、正確には飛ばないよみたいな、まあ確かにそういうことはあるんだと思うんですけど。 えー、とにかく、えーねえー、もう実際矢はもう放たれていて、その矢にもう僕らは乗っかっちゃってるというふうなイメージだと思ってください。で、それが、あらの方に一回いい行ってしまうと、まあ、もう世界そのものが、ね、失敗、えー。これが、まああの、ブロッコの言い方で言うと、ウムゾーンスって無駄ということになるんですね。 えーまあ、一応、そうにならないようにしようというのがまあブロックの考え方ですけど。もう一文だけやっておきます。えー、ちょうど、Punkt 点までいっていますので。<laughs> <laughs> u n r u h e Rätsel. Das r ä t s e l u n r u h e des FIAT wäre ausgelöst und gestützt. Genau auch der gefundene RuhEinhalt eines möglichst perfektissimums. えー、ということです。で、フィアート、これが。えー、かっこ。あれフィアートっていうのが、あの、例の、えー、ヨハネ福音書の、えー、やつですね。 えー、で、光あれとかっていうふうに言うと、すると光があったとかっていう、あの、光あれっていうのが、ラテン語訳ではフィアートになるわけです。えー、光あれという、これは世界という実験でも、えー、フィアートについては、中央つけておいたことを覚えておりますけども、ウンルー、うん、レーツェル。 えー、不安定の謎、うんまあの不安定運動を不安定とやっちゃってるからね。 えーえー、光あれという不安定なの、これは要するに世界創造ですね。 えー、ということで、光れあれという、えー、不安定な謎謎の不安定は、えー、あり得る可能な最完全の、えー あ、そうか、これは。それが解かれ、沈められるときには。 可能な再完全、最も完全な可能な再完全を見,つ見,、えー、見出した安定の内容。 まあこれは実際には、ね、目よく非可能なありうる、ペルフェクティシムム、最完全、最も完全な存在ということですね。で存在をできれば入れたくないので、えー、ちょっと日本語として落ち着きが悪いんですけども。 可能な再完全か、それこそ可能な再完全を、えー、見いだした安定の内容ともなるだろう。なるだろうでいいか。まあ、いわゆるユートピアの成就のイメージは、こういう形でブロッは時々語るわけですね。はい、ということで、まあ、34分になりました。それゆえにっていうふうに続いていって、いよいよ、 えー、あ次回で分量的には次回で半ページぐらいなんですけど次回は、うんえー、ちょうど段落の切れ目にうまくいきそうなんで段落の切れ目までいこうというふうに思いますはいということでいよいよブロッホのこの、えー、ニヒズメへの洞察というえー 論文も残すところあと、これ今2 7十今日4ページ、5ページに入ったんですね。275ページに今日入りました。えー、そうですね、ちょうど275ページの、えー、何行目、えー、?5 行目まで一応訳しました、えー。ということで、で、この論文が残りあと10ページ。 285ページ、八十五ページの上から6行目までが、えー、この章、この論文ということになりますから、残り10ページです。残り10ページ結構あるやんというふうに思,う思われることだと思いますけれども、これは、えー、243ページから読んでますので、えー、実にもう、えー、40ページまでいかないのか。 30ページですね。えー、30ページ、32、えー、ページぐらい読んで、残りあと10ページということになります。えー、全体が、えー、42ページで、えー、今32ページまで来たというところで、えー、ほぼ、ねえー、終わりがいよいよ見えてきた。まあ、今年中には訳し終えられるかな微妙かな うん、今年中にはなんとかいけそうな気がしますけどもね。共有の停止だ。はい。エルチさん、今日もお付き合いいただきましてありがとうございました。また、エルチさんのコメントによって、えー、助けられた部分も多々ありました。ありがとうございました。今日はこれで終わりたいと思います。お疲れ様でした。おやすみなさい。